皆さんこんにちは。デジマクッキングのチョウです。10月に入ってイチョウの葉は少しずつ黄色に色づいてきて、いよいよ銀杏の旬もやってきます。今日は銀杏の殻と薄皮をきれいにむく方法を紹介します。先日道の駅で一袋を買ってきました。殻付きの銀杏が常温で1週間程度は保存しても大丈夫です。長期保存したい場合は、下処理をして身だけを冷凍保存した方がおすすめです。身の取り方はインターネットで紹介された方法がいろいろあります。自分のやり方は用意するものは綿棒だけです。銀杏の尖った部分を上にして、綿棒の片側で底を軽く叩いたら簡単に割れます。割れた箇所から殻を手で剥くことができます。次回の料理に使うので、ここで皮を剥いた銀杏を下茹でしながら薄皮を剥きます。水を鍋に入れて沸騰してきたら、銀杏を入れて、鍋の中で優しくくるくるお箸で回しながら中火で茹でていきます。2分程度茹でたら、ほとんどの薄皮が剥がれます。火を止めて水にさらしてください。粗熱を取ったら、薄皮が残っているのも手で簡単に剥けます。ちなみに生の銀杏の薄皮を剥きたい場合は、殻を剥いた銀杏を水に20分ほどつけてから、指の腹部分をこすりつけるようにして薄皮を剥いてください。これで銀杏の下処理の完成です。明日これで料理をしますので、ラップをかけて冷蔵庫で保存しても大丈夫です。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。